サンギレムイコールルイコールデセール修道院のロマネスク様式のアプス、ギオームが804年に創建し806年に移り住んだ。ギオーム・ド・ジェローヌ、またはギオーム・ド・ランジュは第二代トゥールーズ公、ジェローヌ大修道院を創設し、1066年に教皇アレクサンデル2世により聖人とされた。10世紀、または11世紀にラテン語の聖人伝。 ビータ・ソンクティ・ビレルミーが言い伝えをもとに作られ、12世紀までには、ギオームに関する伝説が出来上がった。ギオームは、武ン氏において、英雄として描かれ、武ン氏の初期の作品で1140年頃成立の、シャンソンでギオームに登場する。ギオームは、武ン氏においては、その強さから、フィエラブラ、あるいは巨人との戦いで受けた傷から、マルキス英雄コートネと呼ばれている。 ギオームは8世紀半ば頃、フランス北部で生まれた。父は、オータン・ハクティエリー4世であり、ギオームは、カール・大帝のいとこにあたるは、カール・マルテルの娘。カール・大帝の親族かつ信頼のおける親家として、若い頃は、カール・大帝の宮廷で生活していた。788年、トゥールーズ・ハク、ショルソーが、バスク貴族のアダルリックに捕らえられ、ガスコーニュ公ー。 ルポニ世イとの同盟を誓った。このため、カール大帝は、ショルソーが解放されると白衣を剥奪し、重慶帝ギヨームに与えた。ギヨームは、ガス購入の制圧に成功した。793年、アブドアンラフマーン一世の後継者、ヒシャーム一世が、キリスト教徒に大支持ハードを行うと宣言した。ヒシャームは10万の兵を集め、その半数はアステリアス王国に侵攻し、 残りは、ナルボンヌを通過し、ラングドックまで進行してきた。ギオームはこれに立ち向かい勝利した。また、ビルデーニュのオルビュー川近くで再びムスリム軍と遭遇し、激しい抵抗の末ムスリム軍をスペインまで撤退させたものの、敗北を喫した。801年、ギオームは、アックイタニアをルートビヒと共に、フランク人、ブルグント人、プロバンス人、アックイタニア人、 ガスコーニュ人及びゴート人を率いて遠征を行い、ムーア人よりバルセロナを奪った。804年、ギオームはマグロンヌ教区内、ロデーブ近郊のジェローヌに修道院を創建した。ギオームはジェローヌに財産を与え、近くに修道院を持つアニアーヌのベネディクトスに、その管理を任せた。ギオームが与えた財産の中には、カール大帝からの贈り物であった聖十字架も、 含まれていた。聖人伝、ビータ・ソンクテ・ウィレルミーによると、カール大帝は、その聖遺物をエルサレム司教座から受け取ったという。806年、ギオームは隠居修道士となり、812年、または814年の5月28日に死去した。ギオームが死去した時、オランジュの金が一人でになったという。ギオームは、家族と創建した修道院に対し遺言を残した。 804年1月28日の遺言には、妻キュネゴンド及び、ギブール、個人であった両親ティエリー及び、オード、兄弟、テオドエ及び、アダレルム、姉妹、アッパ及びベルタ、4人の息子、ベルナール、ゴーセム、ティエリー、エルベール、娘ロトリンド、及びおい、ベルトランの名が記されていた。妻ギブールは、オランジのムーア人割りの家フで、 793年から796年の間、ナルボンヌでヒシャーム一世と戦った際に、ギオームにより連れて来られたと言われている。息子ベルナールはギブールの子と言われている。ギブールの先伝前の名前はオラブルであったとされる。ギオームは遺言の中でギブールを妻と書いているが、実際に結婚したのか、それとも愛称であったのかは不明である。ジェローヌは依然として、 アニアーヌ修道院長の管理下にあったが、ギオームの評判が高くなるにつれ論争の種となった。廃炉の目立たない場所から、ギオームの遺体が掘り出され、聖火隊の下の目立つ場所に埋葬されると、多くの巡礼者がギオームに関心を持つようになり、アニアーヌ修道院長は、強い不満を持つに至った。多くの議所が、双方の立場で作られ、詳細な真相は、不明なままである。 ジェローヌの修道院は、サンティアゴでコンポステーラへの巡礼の主な中継点である。この12世紀後半のロマネスク様式の修道院は、フランス革命の時に取り壊され、ニューヨークのクロイスターズ美術館で見ることができる。また、8世紀後半の写本、サクリマンタイアでジェロンが有名である。ギオームのカール大帝に対する中勤ぶりは、封建時代の中世の一例として描かれている。 サラセンジンに対するギオームの軍港は、ラ・ゲスト・デ・ガリン・デ・マングロンと呼ばれている十二世紀及び十三世紀の女児誌の中で歌われており、二十ほどの武勲子が伝説上の人物であるゲランのひ孫のギオームを中心として描かれている。しかし、その一節がギオームの父、エメリー・ド・ナルボンヌと言われる人物の自責に当てられている。エメリーは、カール大帝と共に、 スペインから戻った後に領地としてナルボンヌを得たとされている。死に描かれているエメリーの自責は、実在した1108年から1134年にかけて活躍したナルボンヌ施策の人物像が含まれている。この部君子において、エメリーはディディエの娘で、ランボバルドをボニファーチョの姉妹、エルメンガルトを与えられている。エメリーには7人の息子と5人の娘がおり、 その中の一人がギオームということになっている。オランジュでのムーア人に対する勝利は、12世紀のジョージシプライズ D ・オレンジにおいて、伝説的な扱いを受けている。そこでギオームは、ショルソーに代わり、トゥールーズ白衣を受け、778年に、アキテーヌ王となっている。伝説や、ジョ君氏において、ギオームに与えられている部君、家計及び様々な称号を、 ギオームから切り離すことは難しい。ギオームの妻は回収した、サラセンジ人ンオラブルで、回収後の名を、ギブールと言った。ありがとうございます。